どうも、ブルータルマインドチャンネルへようこそ。今回の動画も僕が進行していこうと思います。今日は別に、なんか物受け取ったとか、レビューとかじゃなくて、ブルータル Vlog をやろうかなと思います。それで、この、ここに多分ポスター出てくると思うんですけど、今日はこのロッテンサーカスにちょっと遊びに行こうかなって思っています。まあ、この、ブルータルマインドチャンネルで、Vlog シリーズ、まあ、2年ぐらい上がってないのかな。で、まあ、数週間前ちょっとデニーと喋ってて、まあ、チャットですけど、喋ってて、なんか、デニーも日本来たいって言ってるけど、まあね、ご時世的にまだ、今難しい時期なんで、ちょっと代わりに日本の今のライブどんな感じなのかをお届けしようかなと思います。まあ、話はこれぐらいにしていきましょう。はい、今乗り換えでちょっと新宿駅いるんですけど、昼飯食ってから行こうかなと思ったんですけど、ちょっと家でのんびりしすぎて時間ないんで、もうまっすぐ行こうかなと思います。トップバッターが駐車場になるんで、ちょっとこれは見たいんで、じゃあまあ行きましょう。はい、今会場着きました。西荻窪フラットですね。ちっちゃい会場です。まあ今日ちょっと出てるバンドの映像もちょいちょいアップしながら、ちょっと誰かにインタビューもちょいちょいしていこうかなと思います。ではまた後ほど。出演スペースにいまして、ちょっと僕の隣にはジャパニーズスラムの大御所コアベルトのサンダさん、フミヤさん、どうもいます。お疲れ様です。その説はどうも。コアベルトなんか新譜とかの予定は ありますよ。ガリガリ曲作ってたんですね、うちのサビオさんが。6枚目はコマトス、はい、でそこまでアナウンスされていて、予定だと13曲入りとか、13曲結構あります。相当な量で、なんだ、本当にストレートアヘッドなんで、皆さん知ってるゴアベルとか作ると思うんですけど、まあ、そんな中にもね、ちょっと新しい試みがね、曲をしていて、なんかこう渋いギターソロが入ったりとか、そういう感じになってて、あとボーカルがね、そう変わったり、ちょっと編成がちょっと変わったりとか、そんな感じなんで、新体制で6枚目コマトスから出るというので、かなり楽しみです。そうですね、いい、なんか面白い方向にバンドが行ってると思います。皆さんも楽しみに待ってください。ありがとうございます。
また今休憩してるんですけど、今僕の隣にバッドボブラルジャパンのこんにちは、トウです。はい、はい、今日こんな時期でライブがあって本当にありがたいと思います。これからもいろいろなバンドの演出で楽しみにしています。コロナでみんなで一緒に乗り越えよう。またライブでお会いしましょう。またまたちょっとインタビューをやっていこうと思います。今日の中心人物のサキちゃんです。イエーイ、インビクタース、まあ、サキちゃんがこの今日のイベントのロッテンサーカス の, あの主催者主催者です、はい、まあ、ちょっと軽くどんな風に始まって始まりから今までのちょっと経緯を軽く始まり、長野でずっとやってて、あ、はいはい、もう上京してまだ3年ぐらいだからあんまりあれなんですけど、長野でやってて、はいはい、で冬の期間長野めっちゃ雪降るから、そうですよね、そう、その期間に東京でやろうって知ってるうちに、はいはい、なんかコロナって田舎でやりづらくなって、なるほど、はい、今めっちゃ東京でやってるみたいな感じで、なるほど、それで結構最近東京、あ、そうそうそう、それでですか。そう、今年もう東京でしかまだやってないから、ああ、まあ大変ですもんね、田舎の、まあ、言えないけど冷たい目が生々しい現実ですよね。まあコロナをさ、今のところコロナ前もやっぱ国内バンドが中心だったんです。そうね、あの英語が全く、あ、はい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 、人一倍ダメなので、中学生レベルもないぐらいひどいので、そうですね、下ネタしか言えない。あ、まあ下ネタ喋れればもう全然です。こういうエクストリームミュージックが通じるんで、ありがたい、なんとかなりますよ。ありがたい世界。まあ、基本国内ですね。まあ、あ、じゃあ、まあコロナ収まったらちょっと海外行くと考えではない、なんか機会があればって感じかな、はいはい、なるほど、自分ではなかなか行けないので、なんか大変そうだな、はいはいはい、そうですね、まあ海外のバンド要望っていう、うん、なんか予定とかも今のところは予定はなくて、はいはい、たまになんか向こうからちょっとあのツアーしたいんだけどっていう話とかで、はいはいはい、あとはまあ国内のバンドさんからこの話あるっていただいたのを長野編やるとかはやってるので、はいはい、多分 そんな感じですね、ガイタレさん呼ぶとしたら。なるほど、そのことです。でも、まあ、もうちょっと何聞けばいいか分かんなくなったんでこの辺でありがとうございます。ゆるゆるとやってるので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
はい、ロッテンサーカスやっと終わりました。どのバンドもねすごいかっこよくて盛り上がりました。じゃあ、まあ、終わる前に、チャンネル登録と、高評価お忘れなくお願いします。では、申し訳ないちょっと言い忘れたことがありました。概要欄にロッテンサーカスの、なんだ、あ、 Facebook と、Twitter のリンク貼っておきますので、そちらもぜひいいねとフォローお願いします。あ、そちらでロッテンの最新情報などをフォローしてチェックして、まあね、コロナ収まったらぜひなんかロッテンサーカスの日を狙って日本遊びに来たりもしてください。日本のちっちゃいライブハウスでやってるイベントも結構楽しいんで。はい、じゃあ最後に、今回この Vlog 撮影許可してもらっていただいた、ロッテンサーカスのさきちゃん、ありがとうございます。今後のイベントを楽しみにしています。では、高評価とチャンネル登録をお忘れなく。ではまた。